足高山は静岡県の東部にある山。富士山の南隣に位置する火山である。最高峰は標高1504.2メートルの越前岳。競技には南方にある1187.5メートルの足高山峰を指す。足高山海や足高連峰とも呼ばれることがある。日本200名山の一つ。足高山は第4期の清掃火山である。 およそ40万年前に箱根火山や小見岳火山と共に噴火を始めた。10万年前に黒岳溶岩ドームと火砕流を噴出したのを最後に火山活動を終えた。山体はフォッサマグナ地域に含まれ富士山と同じくフィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界付近に位置する。 イハイダけの西側に河口があったと考えられているが、活動の収束から長期間が経過し、解析が進んでいるため明瞭な河口地形は残っていない。山体の北側が後からの火山活動で成長した富士山の裾野に取り込まれている。標高800メートル以上の地域では、ピンク色のアシタカツツジに代表される特有の植物が生育しているほか、 環境省の特定植物群落調査にも選定されたブナの原生林が見られる。季節によって山帽子や鳥かぶとが咲く。南東側の山中に鶴瓶落としの滝がある。南北には茶畑が多く、新旧の東名高速道路や東海道新幹線が通り交通の要衝となっている。明日香山峰の山頂には明日香明神を祀る桃沢神社が鎮座している。 古くは、足鉱山と記されていた。富士山を中心に、足高山、山梨県の足、和田山、箱根の足柄山を合わせて、富士三脚と呼んだ。縁起の良い初夢、一富士、二高、三なすびの高の説の一つとして、駿河国で二番目に高い足高山を指すという説がある。しかし、実際には、駿河国で足高山より高い山は存在する。 小四千竹真中山くらいパイ竹黒竹、明日香山の地形図と三名北から明日香山から見て再録に位置した東泉院は明日香山との関係が深く、東泉院書伝という富士山田演技には明日香山演技が記されている。この記録は国衆、山田演技、明日香山演技、今山演技、五社記の四部で構成される。今山は、 富士山の側火山を指すといい、五社は、東泉院別島の下方五社を指す。他、あず泉院の院児は、富士あしたか両山総別島を称しており、東泉院に、あした山信仰があったことが指摘されている。ありがとうございます。